瀬戸内幕の内弁当、今治駅の、駅弁でございます。瀬戸内海のね、島々が描かれていますよね。なんか旅情あふれる幕の内っていう感じですね。駅弁マークもここにありますね。ラベル表記、一応これですね。開封してみますと、こんな感じですね。いや、もう伝統的な幕の内って感じですね。俵ご飯が美味しそう。おかずも豊富だな。すぐに気がつくっていうか嬉しいのが、この生や、フルーツですね。野菜じゃない、フルーツ。ビタミンを取ることができるっていうのはね、旅人にとっては非常に嬉しいですよね。エビの天ぷらとか、あとかまぼこ、ん?かまぼこ?こっち、カニカマかな?ね。ちなみに、今いるのは、見えないか。ちょうど行っちゃったかな。伊予鉄のですね、伊予鉄道のダイヤモンドクロッシングを見ることのできる、トレインビュールームですね。ここで、お弁当を食べようということですね。いやー、美味しそうだな。こういうね、なんだろうな。ほっとできるよね、こういうおかずとして、このご飯。いいですね。ここに隠れてるのは何だ?ちょっとわからないな。食べてみればわかるか。それではいただきましょう。何から食べようかな。やっぱり一番上のエビ。ちっちゃくてかわいい。でもプリプリ。ご飯。いい炊き加減だ。レンコンね。シャキシャキ。駅弁の中に入ってる酢レンコン、よくありがちなんですけど、その中で一番美味しいかもしれない。もうね、あらかじめこの辺りに醤油をね、垂らしてあります。で、これは隠れていたのはサバでしたね。おお、このサバも適度に塩が乗って、塩焼きにしてあるんだね。ご飯に合うよこれ。最高だね。煮豆。比較的ね、西日本のお弁当にこの煮豆が入ることが多いんだよね。きんぴらごぼう。悪くないね。卵焼きいこうかな。これは上品に作られてる。お見事だね。クオリティの高い幕の内ですよ、これは。今治駅に立ち寄って、幕の内が食べたいなっていう時は、この瀬戸内幕の内、これを買うといいかもしれませんね。はい、以上でございました。